また一段と口果ててないかい。壁穴開いてるやん。だいぶ悪いな。腐食が進んでるな。こっからや、こっからや。俺一回これ、これ登ってんな、あれ。途中まで行ってんの。男性でも、だ次の家のとこまで行って、ぬるぬるやから帰ってきないよ。もうぬるぬるやしね、足元。登られへんちゃうっていう。俺、あの、そうそう、家のとこで俺 U ターンして帰ってきたんよ。あ、中見えるで。え、これカメラあったでな。あったあった。カメラなくなって思ってるよ。結構家広いな。家結構広いし、これ、やっぱほら、かまどあるで。俺これ去年壁あったよな。壁なくなってるよ。よし、これ行くか。全然こういうことやな。でもこの先にはさ、集落あるけど、それはここで帰るかな。うん、この先用意感はな。この先あのセロで行って帰ってこれからどうしようってここで言ったんですよ、この前。だってこのままこの道の幅で終わったから。せやね、なんか怖いやろ。言うできへんの。走るだけやったら走れんやけど、この細さで U ターンきついなと思ってな。寝かさなあかん。あれ、家見てるな、ほら。あれ、いいやろ。あの上のやつ。うん。もう一発で曲がらない。つづら折りで行かなあかんのやろな。これ、いつも思うけどさ、山の上に家建てるのはいいやんか、別にな。うん、道よ。どうせもうちょっと考えるけど。ほんまにあのタンスとか冷蔵庫どうやって搬入したかなと思うわ。しんどいな。なんぼほら昔使ってた時綺麗や言うてもさ、角度よ。ていうか車ないやな、絶対にな。これはあれやろ、仕事するんやったら毎日通ってるいうことやろ。だからさ、世界転生運とか絶対無理やんと思いな。体力ないってこんな。こんなん歩かな感じで。すごいではない。これこれチャリンコもバイクもあかんもんな。徒歩オンリーやろ。ああ、いいやろな、やっぱり。ほんであれやで、武器防具もだあかんねん。いややな、あとこれに焼いてようとそうクマ出えへんかい、これ。これようこんなとこ石垣積んだでな。無理や。えぐいな。見てみよう、もう来た道分からへんやろ、下見ても。ね、ああ、いい、あれでいい。ああ、ここで帰ってきて、ここ帰ってきてあれやろ、家出たらただ今やろ。すっごいとこに住んでたよな。立ち入り禁止って書いてある。まあ、そりゃそうやろうな。そりゃそうやろうな。これは、畑とかあったんかな。上なんかある。おお、はあ、しんどいな。せっかく来たけど何も見られへんっていうな。こっちなんかある。特になんもないな。これ畑とかやってたんじゃん、この広場で。疲れた。家帰ってくるだけでこの疲労かよ。ちょっとでもちゃんとほらこの人家のために電子柱あるやんか。家でっかいで。母屋と離れちゃうろ。家でっかいや。なんもないけどな。以上やな。体力不足で。ああ、道はあるで。ああ、道とお墓あるな。ここの家の人の墓かな。先祖代々どうやこうや書いてある。俺、こういうとこ行ったらまたあれで、小枝みたいなとこで足はまんねんで。墓のとこに小枝みはないやろ。まあな。いや、ほら、水汲み場みたいなのあるんじゃん。疲れた。もういいわ。TW やな、これ。ここまで登ってきてるな。登ってきたっていうか、これしか登ってこないんちゃうの。これ直さへん。TW やな。あとこのテレビの面識を。結局、お前、敷地入って持ってるやんか。
これ離れかなんか倉庫やったんじゃ潰れてるけど、なんか今石垣崩れてて海峡に不安なったから、うん、魚がでっかいところがあってなあ、でっかい嫌やな。でもななかなかびっくりですな。これだけめっちゃ気になるな。ヤマハの名車やで。